これは見事だな。まあな、一ヶ月探して追い回してやっとのことで仕留めたんだ。よかったな。だがなぜ死体を取っておいたんだ。剥製にして暖炉の上にでも飾るつもりか。それも悪くないが、まずは解剖して調べる。こいつは他に比べて群を抜いた素早さと強さだった。よく調べてみたいんだ。見てもいいか。お前がやるか。いや、いい。俺は何かつまんでるよ。頭を調べてみよう。長いひげ、前頭葉は突出してるが驚くには値しない。長い耳に耳飾り。前に見たことがある。光るものが好きなやつがいるんだ。カササギみたいにな。口の中は黄色く歯は摩耗してる。上の前歯がない。下の恩師もないな。歯磨きをサボったな。よし、他の部分を調べよう。腹を開いてみよう。どうだ、何かあったか。消化されていない食べ物が数十年分だな。人間の毛にベルト、小銭が少し、金の指輪もあるぞ。イエネファーにやったらどうだ。磨けば新品みたいになるぞ。いや、あいつは銀しかつけないんだ。もったいない。他に変わったことはなさそうだ。肝臓が節くれだっている以外は酔っ払いの血が好物だったんだろうな。いい爪だ。15寸もある。一生伸び続けるんだ。こいつは100歳から110歳ってところか。足の筋肉がすごいな。ふくらはぎからつま先が特に。こいつは恐ろしく足が速かった。いたと思ったら次の瞬間には別の場所にいて苦労したよ。どうやって仕留めた。長い話だ。今度話すよ。もう十分だろう。年を取っていて経験豊富だったようだな。ああ、カタガンの痕跡から年齢を推定する方法が分かれば役に立つぞ。こいつみたいな奴に出くわす前に準備できる。そうだな。また今度研究しよう。またな、エスケル。話せるか。シリを探してる。灰色の髪、頬に傷、見たことはあるか。欲しいものあるか。普遍的真実は実在すると思うか。それとも精神的概念に過ぎないか。同感だ。ではな。なんだ、狼よ。エムヒルと会った。まだ会っていない王がいるのか。数人だけだな。もう十分だ。ニルフガードとの最初の戦争、ソドンの戦いを覚えてるか。テメリア、レダニア、ケイドウェン、エーダーン、北方諸国が一つになった。魔術師の活躍は歌となって語り継がれた。世界は変わったな。またな、ベセミル。話せるか。なんだ。また一緒に過ごせるのはいいもんだな。ああ、シーリがいないだけだ。おかげで思い出したよ。お前が今にもメソメソ泣き出しそうだったから話題を変えてやったんだ。なぜシーリはこの世界に。簡潔に言おう。シーリはワイルドハントに追われてる。くそ。俺の力が必要ならいつでも頼ってくれ。少しも変わってないな。がっかりさせたかい。
いや、どちらかというと驚きだ。人ってのは大抵年とともに丸くなるもんだがな。母いわく俺は特別だ。特別ね。ま、特別だな。また後でな。ああ、元気でな。吹き飛ばすのか？ゲラルト、悪いけど冗談に付き合える気分じゃないの。何をカリカリしている？そうね、今のが爆発した3つ目の水晶で、1週間経つのにランバートは頼んだことをせず、ベセミルは私の部屋の真下の窓を修理すると言って、夜明けとともに金槌を打ち始め、エスケではフォークテイル狩りの代わりにキノコ取りに行ってしまったからかしらね。ベセミルたちは君に不満を抱いてる。うん、どうして？それは計画を話そうとしないからだ。彼らを雑用係のように扱い阻害し、俺も同じように感じてる。全て説明するわ。しかるべき時が来たらね。まずは準備を終わらせないと。ふん、俺たちを信頼できないんだな。違うわ。むしろあなたが私を信頼してない。だから秘密にしておきたいの。当面はね。納得できない論理だな。今はそう思えるかもね。でもじきにわかるわ。ベッドの話は聞いた。床で寝るつもりか？あの石は夜とても冷たいぞ。赤毛が散乱したベッドよりは体が冷える方がいいの。トリスに腹が立って八つ当たりしたと。他の方法で破産した方が良かった？ゲラルト、執念深い女だと思われたくないけど、あのベッドはあなたが私の親友と寝たベッドなのよ。分かってるわ。あなたは記憶がなかったのよね。こうしましょう。もうあなたに怒ったりしないから、あなたもベッドのことを言うのはやめて。賛成だ。よかった。これでもっと大事な話ができる。よし、何をすればいい？まずはエスケルとランバートを手伝って、フォークテイルの髄液の調達とエレメントによる呪具の強化を頼んだけど、まだ二人とも何も持ってこない。もう済ませた。そう、やるじゃない。これであと一つ小さな問題を残すのみよ。ご覧の通りよ。メガスコープがひどいありさまなの。近くに干渉波を生み出すエネルギー源があって、水晶を誤作動させているはず。それを見つけて無力化しなきゃならない。なるべく早く話をしたい人がいるの。誰に接触するつもりだ？それも秘密か？いいえ、アイダ・エミアンよ。覚えてる？忘れるものが。女魔術師会のエルフの賢者だ。その通り、賢者よ。その名が示すように相当な知識があるはず。ウーマについて相談したいの。これで満足？君の女魔術師の友人には賢者かを問わず落胆させられたことがあるが、必要なら仕方ない。昔からあなたが女魔術師にそれぐらい慎重だったらね。まあ、ご承認をどうも。わかった。どうやって見つける？ポテスタキジターを使って。ポテスタキジター？いい名前だ。複雑で。でもすごく単純なのよ。しっかり掴んであちこち動かして、音が大きいほど近いってこと。ふん。子供じみた考えはやめてよ。それで何をもたもたしてるの？ああ、それから。なんだ？ありがとう、ゲラルト。
信号だ。信号が強まっている。イエネファーは、そこか。干渉波はここからだ。箱には何が？ランバートのディメリティウム爆薬だ。メガスコープが機能しないわけだ。よし、運び出すぞ。わしがやろう。お前に棚を散らかされたくない。ウーマンを見張っていてくれ。ああ、ベセミルおじさん。どうだ、ベセミルにこき使われてないか。だと思った。終わった。もういいぞ。さて、条件反射のテストだ。これで機能してるみたい。原因は何だったの？ランバートがディメリティウム爆薬を保管していた。彼はそれがメガスコープに干渉すると知らなかったのかしら？ただのいたずらだろう。きっと君の気を引きたかったんだ。まさか彼が、ランバートが？本当に光栄だわ。もういいわ。じゃあ更新を始めるわね。本当に俺が必要か？女魔術師は誰にも秘密を明かさない。そう聞いたが。信頼の証と考えて。じゃあ始めるわ。それとゲラルト、行儀よくしててよ。俺のことを信頼してるんだろ。上げ足を取らないで。ケドミル、ベンガーバーグのイエネファー、ハクロ。ケドミル、アインセベルネ。なぜ呼んだのですか？解き方のわからない難しい呪いに悩まされています。馴染みのない古代語で唱えられたものです。なるほど。呪いの言葉はバフェレレイン、ケドミルフォリエ、グレディブドルネフテナイト、ボンドロイスネイヤフス。わかるのか？ベイサインウンドだ。つまりいわゆる一つの言葉、第十以前に遡る忘れ去られし言葉。第十？後にしてゲラルト。聞き覚えがあるようだな。ええ、おとぎ話の中でね。いい結末のものではないわ。お力添えいただけますか？できる限りね。グランビルド・アグネスによる呪文とエルダーの三角形、もちろん逆三角ね。それらが唯一の頼みの綱となるでしょう。でもそれで確実かどうかは保証はできません。感謝します、アインセベルネ。それでは。話はまだ終わっていません。なんだ？白き霜と白き光の時が訪れる日は近い。世界は氷に包まれ滅びるだろう。イスリンの予言か。知っていて当然ね。でも理解しているの？古き血脈は終焉をもたらす終わりの時を起こすことも止めることもできる。白狼よ、覚えておくのです。種が炎に包まれるかどうかはお前次第なのだから。アイダが何を言っていたかわかるか？シリのことよ。どうやら娘は人気者らしいな。間違いないわね。大移住とは何の話だ？まったく、ここでは歴史を教えないの？ベスミルは剣の方が旅に役立つと信じていてね。教えてくれるか？いくつになっても人は学習できるものね。アインシーデとアインエレはかつて一つの民、アインウンドドだった。そして大変動が訪れた。アインウンドドは自らの世界を去り、その過程でたもとを分かったの。
レイス・アイン・ウンドドによる呪いなら。古いものね。とてもとても古い。なかなか興味深い話だった。次はどうする？準備万端よ。他のみんなを集めて始めましょう。